どうも、トモヤテニスチャンネルのトモヤンです。MJ です。はい、今回は、両手バックハンドリターンということで、はい、僕ちょっと片手なんで、MJ が僕は説明していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは両手バックハンドリターン、3つのポイントに分けて説明させていただきたいと思います。まず1つ目ですが、これは超基本なんですけど、スプリットステップをしっかり踏むってことなんですけど、相手のサーブによっても、前にしっかり入るのか、その場でスプリットステップ踏むのかっていうのを、使い分けないといけないんで、例えば相手のサーブ、相手がともやったとします。めちゃめちゃサーブ速いです。でファーストサーブです。そうなったら前にこうギュッと入ってしまったら、さすがにもうちょっと反応できなくなってしまうんで、そういう場合は例えば後ろに構えておいて、そこから前に入るだったり、最初からベースラインのちょっと後ろぐらい、一歩後ろぐらいに下がっておいて、その場でスプリットステップ踏むだったり、そこは使い分けてもらわないといけないんですけど、しっかりスプリットステップを、踏む、歩幅が狭い状態でちょんと踏むとかじゃなくて、踏んだ後にこうグッと、ちょっとこう広がって土台をしっかり作れる状態、ラケット1本分は、歩幅をこう広げてもらうっていうのが大事なんで、そこからグッと沈み込んでから、この低い状態のままリターンに向かっていくイメージです。多いのがスプリット踏んだ後にこう立ってしまう人、重心がこう伸びて足が伸びてしまうと、ボールをこう上から覗きすぎ、何ですか、捉えすぎてしまってボールが下に行く可能性が結構多いんで、しっかりと沈み込んでからボールの高さに、合わせていく、自分の目線も合わせるぐらいの気持ちで、ぐっと沈んでもらったらいいかなって思います。では、ファーストサーブの時と、セカンドサーブの時、僕の場合だとファーストサーブの時はベースラインより一歩後ろぐらいの位置に構えてもらって、構えてからそこで、その場でスプリットを踏む。でセカンドサーブの時は、大体相手、男子ダブルスになってくると、スピンサーブが結構多いんで、セカンドサーブの時はしっかり前に入ってボールを落としすぎない、っていうのが大事になってくるんで、僕の場合はぐっと前に入ります。ベースラインとサービスラインの、場合によったら間ぐらいまで入る時もあります。もうちょっと相手のサーブが早かったり、結構こう威力がある場合はもうちょっと後ろになる場合もあるんですけど、結構前に入るように、意識します。やっぱ試合とかになると体も固まってしまうんで、前に自分ではこうグッと入ってるつもりなんですけど、なかなか入れてないっていう場合があるんで、ちょっと大げさに、試合の始めとか入るように、しています。ではまずちょっと、ファーストサーブの、スプリットステップからのリターンっていうのをちょっとやっていきたいと思います。ラッシュアイド、はい、っていう感じで、トモヤサーブ早いんで、あまり前に行きすぎないように、ファーストサーブの時は。で、前にこうグッと入ったとしても、ベースラインの中入ってしまうと、さすがにちょっとこう、差し込まれてしまうんで。ただこれは、相手のサーブが速い場合であって、例えば試合の中で、相手の人、ファーストサーブそんなに速くないなとか、スライス気味のサーブを対応してくるなと思ったら、グッて前に入ってもらっても全然大丈夫なんで、それは相手を見て、使い分けてみてください。で今度はちょっとセカンドサーブバージョン、ちょっと前に入るバージョンをやってみたいと思います。今の結構前に入ってみました。で、前に入って何がいいかって言ったら、相手の時間を奪えるっていうのと、
結構ボレーに自信があるなら、そのまま前にポジションを移して平行陣を作れるっていうことが非常に、有効になってくるんで、やっぱダブルスになると、まあ、眼光陣ストローク得意だったら眼光陣でこう勝負してもらったらいいんですけど、やっぱり平行陣でこうプレッシャーかかるし、ボレーが上手だったら、固くこうなんですかね、試合を進めていくこともできるんで、まあ、グラッとセカンドサーブ、相手のセカンド、サーブがそこまで威力がない、という場合はぐっと前に入ってもらったらいいかなって思います。次、2つ目ですね、2つ目は今スプリットでぐっと入ってもらいました、スプリットステップ踏みました。そこから止まってしまって打つんじゃなくて、ボールを待つんじゃなくて、素早くボールの後ろに足をフォアハ、右利き、バックハンド、両手バックハンドの方やったら左足をグッとボールに近づけるってことですね。そうすることによって左足を近づけたら体もグッとターンしやすくなるんです。リターンっていうのはあんまりこうテイクバックを大きくしすぎると、まあ、合わせれない、タイミングがなかなか合わないんで振り遅れてしまったりするんで、できるだけコンパクトに体のこの回転運動だけで、ボールをヒットしていきたいんで、グッと入って左足をしっかりセット、その時に体をキュッとターンさせます。ターン、そのままコンパクトにパーンと合わせていくようなイメージを持ってください。でセットした時に足が棒立ちの状態でこうセットしてしまうと、ラケットこうやって振りやすいんで、先をこう振ってしまいやすいんで、こねてしまいやすいんで、グッと沈み込むイメージでスプリット踏みました。セットの時にグッと沈み込む、沈み込んでそれを蹴る勢いを使ってリターンしていくっていうイメージを持ってください。ただファーストサーブの時はそれをする時間がなかなかないんで、ファーストサーブの時はもう合わせるだけでもいいんですけど、相手の、サーブがセカンドサーブの時はあまり威力がないんで、自分から少し威力を出さないといけないんで、その時にラケットを振るんじゃなくて体の力を使っていく、足の力を使っていくっていうイメージを持っていただいたらいいかなと思います。ちょっとやってみます。セカンドサーブでいきます。セカンドサーブはじゃあ、感じで足をグッと溜めてもらうと体もグッと入っていくんで、コースを結構隠せるっていう役割もあるんですよ。体が前向いた状態でこうやって打ってしまう、どうしてもこうストレート方向にボールが飛んでしまうんで、グッと体を足を入れて体をターンさせて相手のコースを隠す。でそうすることによって足のこの蹴りでコースも変えることができるんで、スプリット踏んでからグッと左足を外側にボールの後ろに、できるだけ近づける、その時にグッと踏ん張る、踏ん張って足の蹴りでボールを飛ばすっていうイメージを持ってください。この動きで、ただその時に上に飛ばないように、上に飛ばないように前に力を作るようにしてください。これが2つ目でした。3つ目は、1個目スプリットステップ踏みました、2個目は左足をボールに近づけました。その時に体をターンします、体をしてひねります。で3つ目はこれはちょっとイメージの問題なんですけど、斜め前でボールを捉えるイメージを持ってください。どうしても例えばセンターにスライスサーブとか来たら、まあ、横にこう大きく足出してしまって打点が横になってしまうっていう場合が結構多いんですけど、そうなってしまうとボール返ったとしても、まあ、浮いてしまうんですよね。前衛の餌食になってしまうんで、できるだけ相手、例えば、相手がセカンドサーブです、あ、相手セカンドサーブやったらそこまで威力ないなと思ったら、前に入ってから斜め前でしっかり捉えるイメージ、これは左足をしっかり近づけないとそのイメージ多分つかみにくいと思うんで、
右足を先に出してしまったら斜め前で捉えるっていうのは結構しんどいんで、体勢的にしっかり2個目の、足を出すっていうのを意識しながら斜め前で捉えてください。 OK ですか。ちょっと行きたいと思います。今のちょっと斜め前で捉えるのをちょっと意識してみました。でこの3つの点を、まあ、全部意識するのは結構難しいんで、まあ、一個一個段階を踏んで、サーブもちょっとゆっくり打ってもらっていいんで、段階を踏んで意識してもらったらいいかなって思います。ありがとうございました。Thank you.